アルプロン。皆さんこんにちは、マッスル松本です。本日ですね、ストリートワークアウトのアジアチャンピオンの正人さんに来ていただきます。お願いします。お願いします。正人です。あの正人さんはね、個人で YouTube とかも。そうですね、最近はちょっと YouTube とか始めて、ストリートワークアウトの魅力をちょっと発信しています。はい、そうです。僕がやってるね、YouTube がもう本当になんか寂しくなるぐらい、めちゃめちゃね、商品からプロテインもそうですし、その食事もトレーニングもって感じで、全部ですね、結構ストイックで、もう本当にインスタグラムもされてるんですけど、朝5時とかですか？そうですね、朝5時からトレーニング始めて。そうなんです。しかも、すっごい強度高いんですよ。もう手だけで浮いてるみたいな。そうです。を朝5時からされたりとかですね、遅くまで夜練をされたりとか、そうですね、いつ寝てるんですかぐらいの感じで、インスタグラムにはなんですけどね、そのストーリーとかね、お食事とかも上げておられますと、すごい勉強にもなりますし、上半身をね、脱いでストレングされてるので、あ、体変わってきはったなっていうのがすごいわかるんですよ。あ、でもそれはよくわかる。はい。だから結構ね、私も鍛えてるものなので、まあ、すごい早いなと思ったんです、進化が。ああ、そうです。ダンベルこうやるトレーニングよりも、やっぱりその全身を使う遠心力だったりとか、あとは上からグンっていう、ね、反動。ストリートワークアウトは、その技の練習がトレーニングになるんです。ですよね。すげえですよね。見てても。そうですね。まあ、ストリートワークアウトっていうのは、まあ、何かって言ったら、まあ、そうですね。イメージは体操選手の鉄棒みたいなイメージなんですけど、それの何を競う感じだったんですか？そうですね。ストリートワークアウトって、もともとは筋トレだったんです。あ、そうなんですか。知らなかった。初めは公園でみんなで筋トレやってたんですよ、はい、お金をかけずに筋トレっていう名目で、はい、そしたらそこから普通に筋トレした人たちが来てきて、はい、パフォーマンスをしてやろうと、そこからその浮いたり回ったりとか、そういう風に発展していって、それを競い合う競技になったんですよ。だから元々原点は腕立て懸垂っていう筋トレだったんですよ。回転以外にも、なんかこう片手で止まったりとか。あ、そうです、そうです。練習する技であったり。はい、何をやっても結構 OK なんで。はい。そのいろんなジャンルの人が入ってきて、それこそダンスだったり、はい、まあ、体操系の人がいたり、ウェイトから転向してくる人もいたりと。結構もう、強者です。はい。幅広い人に人気ですよね。マスさんの YouTube とか、あとはそのインスタグラム見させていただいても、年齢層が。あ、年齢層すごいですね。すごいです。僕の今知ってる範囲では、まあ、小学生から、はい、まあ、80代ぐらいの方まで、ですよね、しかもしっかり技やってるんで。なんか、ぶら下がってる人の肩持ってぶら下がってるんじゃない？そうです、そうです。あれ、80代の方ですね。そうです。80代の方の下に僕がぶら下がってる。ぶら下がってましたね。あれ、すごいですよね。多分どっかこう出てると思うんですけど、今、画面上に。あれは本当にびっくりしましたね。80ですかみたいな。よくその YouTube とかでもなりきってクリスチャン・ロナウドさんがそのおじいちゃんの格好してるのあるじゃないですか。それはよくあるんですけどね。あのパターンあるんですけど、ガチの80代の方が体操選手並みの懸垂されてみたらイメージがエグすぎて、見よう見まねだったら全然できなかったです。あれは無理だなっていう。すごいですよね。結構超人技が多いんで。はい。でモスさんといえば、その本当に筋肉がエグいですよね。いつも見てるんですけど、そうですね、ストリートワークアウトをするためみたいな、専用みたいな筋肉、そうですね、なんかどこ発達するみたいなのありますか？体幹とか背中はめちゃくちゃつきます。横で見てるんですけど、すっごいでかいや、もうそれ松本さんに言われたらちょっと、いや僕は動きたい筋肉なので筋肉野郎ですよ、僕は。競技されてるからこその肩なんです。僕の場合、肩大きいって言われても、同じことをできるかって言われたらできないです。できないです。これは見せる筋肉なんです。まあ、出力もあります。パワーもあるけども、あの動きはできないです。そうですね。ちょっと。専用のね。違いますね。やってることが全く。すごすぎて。本当に。あの動きできますかって多分いろんなとこ聞いてます。ブリ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 って。あの遠心力は止められないです。縦はわかるんですよ。鉄棒って小学校の時とかしてるじゃないですか。普通は縦回りが必要なんですよ。だから、その鉄棒は。一瞬でこう、くるんって。そうですね。なんかもう、初めから手こうなったからね。そうですね。手をクロスしたり。横回転したり、斜め回転回したりと、もう、なんでもありなんで。スポンサーとして使わせていただいてるんですけれども、あることは使わせてもらったんですけれども、スポンサーつく前から拝見をさせていただいたんですよ。すごいっていうね。体鍛えるの好きだったんで、そのバキとか見て、鉄棒ぶっ壊すシーンがあったんですけど、あれを見ながら、ちょっと懸垂とかはしてたんですよ。
楽しくて懸垂みんなできないから、なんか10回できたらかっこいいとか思ってたんですけど、レベルが違いますからね。もうなんかもう10回なんて朝飯前みたいな、ウォーミングアップレベルですから。そうですね。ですよね。なんかね、もう本当に、比べちゃダメ。本当にかっこよくって、ずっと見てたんですけど、大会ごとにスムーズさですよね。だから技も一個一個の凄さというよりも、最近すんげえスムーズに。そうですね、もう一つのことできるだけじゃダメなんで。ですよね。全部ができて、それをいかにスムーズに行うかっていうのがね、いくんですよ。これちょっと伝えたかったんですけども、マサスさんが、ポールダンスも最近、されてますよね。いや、そうなんですよ。最近はちょっといろんなことに挑戦したいなと思っていて、はい、そこでポールダンスしたり、はい、ちょっといろんなことに挑戦してます。逆立ちするだけでも湧きますよ、普通ね。それをなんかこう、手で、リズムをこう足で取りながら、どんどんこう上がっていって、まあ戻ってっていうやつ。横からの映像を皆さんね、よくあの、流されてると思うんですけど、前から見たらすごいですよね。ああ、そうですね。前からの映像って、超びっくりするんですよ。なんかもう戦闘機みたいな。そうですね。前から見たらそうですね。前から見たらもう腕だけで浮いてるから。そうなんですよ。なんかこう飛行機のプラモ置いてるみたいな。ほんとそれぐらいで。まあ、これが不思議な映像ですよね。真似でき、うん、結構、あの、マサさんのその活躍が増えてきてて、始めた方も多いと思うんですよ。そうですね。最近は特にちょっとまたコロナとかの影響もあって、はい、自宅でできるトレーニングなんで。そうなんですよね。マサさんのそのインスタグラムとかのコメント欄に、これ買いました。あの、こういうですね。そうなんですね。こうやってぶら下がってますとかね。何かいいトレーニングないですからね。なんかめちゃめちゃなんかそのウェブ上でなんかそのパーソナルチックな。それなら今日のレッスンみたいな。考えてるんですよ、ね。はい。絶対いいと思います。はい、僕も多分入りますね。ストリートワークアウト、本当にストリートの名前ですけど、今言われたみたいに本当自宅でできるっていうのと、うん、もう姿勢見てもらったら分かるんですけど、綺麗なんですよ。姿勢を維持するスポーツじゃないですか。綺麗に見せる。遠心力とかって普段の生活にないですし、うんですね、体をこう、しならすみたいなね。うん、動きってないから、そうですね。だから高齢の方も逆にやった方が健康になるんじゃないかっていうのありますよね。そうですね。アンチエイジング効果はめちゃくちゃある。ありますよね。それはめちゃくちゃ。これはね、流行ってほしい。いや、流行ってほしいです。海外もっと流行ってる。海外は今めっちゃ流行ってる。やばいですよね。もう今、海外だと、はい、公園に行ったらもう、どうなってないの、はい、もうみんなやってるみたいな。あ、昔結構高い鉄棒ありましたよね。あ、そうなんですよ。昔はね、はい、結構ね。あとなんかこう、ジャングルジム的なとか、ね、それでやってたかったらいいんですけどね。やりやすいしというか、目立つし、かっこいいし、映えるし。ちょっとね、増やしてほしいです。そういう施設を。それ課題です。ですよね。健康にもなるし、うん、アンチエイジングにもなるし。そうですね。で、皆さんが運動良くなったら、病気も少なくなっていくしっていうのは、いいのは繋がっていくと思うんですよね。そうですね。なので、今後もマサさんのその食事だったり、全部 YouTube 見てもらえば分かるんですけど、いろんな発信されてるんで、ぜひ見ていただきたいです。はい、お願いします。はい。なんか自宅でできる、こういうのいいっすよみたいなのありますか、はい、そのなんか器具なしとかで。最初はやっぱりプランクと腕立て。はい。をまず最初にやるのが一番いいですね。はい。腕立て伏せで、ストリートワークアウト式で言うなら、体重前にかけたり戻したり、という体重のかけ方があるんで、まあ、そういうのを、まあ、YouTube で結構説明してるんで、まあ、そうなんです。もし見てもらえば。基礎ができてしまえば、そこからもうちょっとずつ進化していくんで。はい、もうそろそろ片手で歯磨きされるんちゃうかなぐらい。完全に。それ目指します。なんかやってほしいですね。このね、パーフェクトヒューマンみたいな。この状態で、停止するんでピタッと止まってる。はい。あるので、見てみてください。はい、見てみてください。あ、ケモンです。お願いします。はい。顔負けです。はい。まあ、やっぱりね、あの、アルプロに来ていただいてますので、はい、なんか、おすすめプロテインみたいなのありますか？僕が今飲んでるのは、はい、ソイプロテイン飲んでて、はい。そうですね、もうこの味ですね、まさに。ココアミルク。ココアミルク。まずは、ベストのココアミルク。ありがとうございます。美味しいです。ホエイプロテインは、はい。リズムシリーズ、はい。を飲んでて、この2つを飲んでいただいております。はい、この2つ飲んでて、はい。それと今は、マルチビタミン、グルタミン。そうですね。結構ね、プロテインだけ飲む方多いんですけど、足りないものは補えばいい。いやもう本当そうです。ビタミンを野菜から取るのは、コストもしんどいですよね、毎日はね。本当にそうなんです。こういうの、トータル的に。タンパク質だけあっても、吸収できなきゃ意味ないし、分解するのにはビタミンとか関係してくるんですよ。やっぱり簡単に取れるっていうのがいいんで、はい、まあでも一番食事は大事なんですけど、トレーニングで頭いっぱいになるんで、食事まで頭回らないということで、はい、そこはちょっと楽したいではないですけど、いや、こんな感じで使ってます。どん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 使ってほしい。はい。どうもどうも、はい、アルプロよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。じゃあ最後は、まずさんのプランシェしてもらいますので、腕立て伏せの状態で、はい、足を浮かせた状態。はい。プランシェ。プランシェです。やってもらいます。はい。どうぞ。はい。皆さん、YouTube 見てねー。
プロン。